ただいまわ。はいはい、じゃあ手洗ってうがいしなさい。いただきます。いけないんだよお兄ちゃん。簡単だよ、ほら。お兄ちゃん、ついてるよ。そうだね。問題は何もないけど、やっぱり走ったりはまだダメだって。どうしようかな。疲れてはいないんだけど。ね、前から気になっていたことがあるの。兄ちゃんに悪いのかなってずっとそう思っていたの。私がこんな風で。だって
って私、お兄ちゃんの時間使っちゃってるから。お兄ちゃん、友達ともあんまり遊べない。だって放課後になったらすぐに帰ってきてくれるんだもん。お外で遊んだりお友達を呼んだりしたいんじゃないのかなって私思う。でも何？みんな？みんなって？そうだよ、私普通の人と変わらないくらい健康になる。そうだね。楽しみ。
おはよう。朝食の用意できているから。ほら、昨日この街が映っていたでしょ。それが気になるから。探してるんだけど、やっていないみたい。みたいね。通りさんのおじさんに尋ねたら教えてくれるかしら。それとも守秘義務。そうよね。そうそう、マージがどういう薬なのか、私もクラスメートに教えてもらったわ。いかにもお兄ちゃんが好きそうな薬ね。別にお兄ちゃんの気持ちを責めるつもりはないの。でも昨日も言った通り、マージには危険性があるかもしれないでしょ。それが心配なの。私がどれだけ心配しているか、お兄ちゃんにはわからないでしょうね。ううん、わからない。だってそれは私の気持ちなんだから。私がどれだけ大切に思っているか。そうね、確かにそれもあるけど、何が？私がそれを使うってこと？私、マージになんか何の興味もないけど。だから戻りたくなんかないの。どうして戻る必要があるの？私は現在に満足しているんだから。そろそろ行ってくるから。
だからデート、昨日言ったでしょ。だってチケットを渡してきた時そういう風に言ってきたから。最初何のことだか不思議で、チケットを見てやっと理解できたんだけど。最初は喫茶店で待ち合わせするの。それから映画に行くんだけど、時間からしたらその後お昼でも食べるんでしょうね。それからどうするのかはわからないけど。まだ決めていない。タイミングもあるだろうし。一応デートの体裁は取るつもりだけど。終わり方がどうであれデートなのよ。そうじゃなくて、何か思うところはないの？やっぱり木下君をけしかけたことはある。お兄ちゃんちっとも焼いてくれない。頭で考えたことと実際は違うと思ったの。お兄ちゃんは頭で考えて想像して、そして木下君に近づいたけど、それが実際になったら違う感情が芽生えてくることだってありうるでしょ。